ドリブレイということですね。今日はトッププロの方と日本のトッププロの方と合同練習をさせてもらえるということで、はい、であのすごい2人の方に来てもらったんですよ。で最近ジョップの100万大会で2大会岐阜の大会とあと新潟の大会が最新の大会であったんですけど、そちらの大会で優勝した2人なんですよ、はい、最新の100万大会で優勝した2人ということで、今日ははい、豪華レッスンということで今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。菊池プロと竹島プロです。はい。菊池プロはその新潟の大会で優勝して、竹島プロは岐阜の大会で優勝したということで。おめでとうございます。おめでとうございます。今ちょっと日本ランクと軽く自己紹介だけお願いしてもいいですか。日本ランクごめん、わかんない。いや30位ぐらいですか。いや全然そんな言ってないよね。多分50言語50番ぐらい。50番ぐらいじゃない。50万ぐらいです。おで竹島選手は俺は今34位。あ、昨日ちょうど見て、そうちょっと上がってた。あ、34位。おー、はい、そのすごい選手と今日は合同練習させてもらえるということで、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。いや今日は本当は2人でその練習するところにお邪魔させてもらってるんで、うん、はい、はい、いや俺みたいな動画昨日上げてたよ。あ、そうです、そうです、追い込まれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。あれさ、3大会もう1個はなんかあるくね、中国まで行ったら。いや、なんか昨日 YouTube 僕アップしたんですよ、ちょうど。それちょっと今ランキングが低くて、うん、全日本出れないかもしれないんでちょっと焦ってますけど頑張りますっていう動画を出したんです、うん、ちょうどたまたまなんか出てきて、うん、だって、ま、マイトを東北、はい、でも言ったら F もあるし、 F ですね。で、あと中国ですよね。中国、広島ですよね。そうだ、4つあるかけど、なんか広島が加算されないみたいな、全日本に、うん、あ、広島って入んないっけ。でもなんか入んないか。選手権の淡い川はあるよ。だって淡い川はあるけど早いから全日本。あ、そっか、だからか、入んないのか。それで来年の全日本に加算されるかもしれないみたいな。だから多分広島で勝ってもなんかポイントが入らない可能性があるんで。あ、そうなんだ。だからそれは知らんかった。なのでちょっとこう3大会って言ったんですね。なるほどね。はい、じゃあ最初に1で、うん、1で。あ、本当ですか。じゃあお願いします。マリア1です。お願いします。おー、すげえ。もうナイスショー。ちょっとプレイスタイル的には、うん、竹島選手はもうコントロールとミスが少ない
もう神様ということで、はい、いやもう本当そうでしたね。で以前に僕あの仙台で試合してもらったんですよ。はい、はい、でその時サムネにコントロールの神様って書いてあるんですけどもう本当見てわかると思うんですけど本当にミスしないということで、はい、あの動画伸びたよね。はい、それ伸びました。で桐木選手はもうサーブとフォアハンドのもう大砲ということで日本の大砲ということで、はい、はい大砲の神ですね。はい、ここは真逆よ。あ、そうですね。はい。本当に逆ということで、うん、竹下選手も先ほど言ったと思うんですけど、すごい合わせてプレーするタイプで、うん、はい、ボレーとか。はい。菊選手はもう本当サーブバーンク3球目攻撃みたいな。おお。この夏めっちゃ暑いじゃないですか。まあ、去年も暑いと思うんですけど、実際そのプロの体力的にはどうなんですか。いや暑い。けど竹島選手マジで顔色変わんないじゃないですか。あの試合中。あれはやっぱ意識して相手にこう見せないようにしてるのか。それとももう無限に体力があるのか、どっち無限に体力がない、全然。実際やっぱ疲れてはいるんですか。疲れてる、全然。超疲れてる。あ、そうなんですか。うん、ただやっぱ見せてない、確かに。あ、そうなんですね。うん、すごいやっぱちっちゃい頃から意識して。ちっちゃい頃は全然意識してなかった。あ、そうなんですか。うん、プロになってから。ちっちゃい頃は体力あるもんね。うん、どうなんだろう。確かに、そうですよね。へぇ、じゃあやっぱあの竹島選手でも、ちょっと疲れてはいるんですけど、なんかもうサイボーグみたいなさ何も変わんないからさ、ね、顔色が一切そういう印象でした。すごいですね。省エネ。食生活とかってどうしてるんですか。自炊ですか、それとも結構外食したりしますか。グルテンフリーっしょ。そうなんですか。へぇ、いやまあ食べ過ぎないようにはしてるよ。でもあ、そうなんですか。やっぱりアレルギー的なのもちょっとあるから。あ、そうなんですか。そう、この前ちょっと岐阜タンメン行っていただいて、はい、美味しかった。すごい美味しかったって言っていただいて、うん、はい、美味しかった。それで、その岐阜タンメンとかどれぐらい食べるんですか、2人は。どれぐらい、はい、買い玉とか何回ぐらいするんですか。え、その時は1回だけ、うん、あ、1回ですか、うん、その夕方に試合終わって1回食べて、はい、あ、もう食べてたんですか。そう、5時ぐらいにもう食べてたね。うん、例えばじゃあそれ5時食べてなかったら買い玉 2,3 回やっぱしますか。するかもしれない。あ、しますか。うん、あ、じゃあやっぱ結構食べたりはするんですね。なんでそんな血管出てるんですか。プロってそうなんですよ。あ、いや俺結構そこの運動でしょ。そこのフェチっていうか言うんですよ。血管フェチ。はい。いやなんかキレが仕上がってるじゃないですか、2人とも。キレが仕上がってる。本当だ、めっちゃ出てますね。あ、すげえ。ふくらはぎから出てるもんだって。ね、出てるね。本当だよマジで。お。腕とかさ。だからやっぱ食生活とか結構フィットにやってるのか、それでもシンプルに練習量なんですよ。体質もそうだけど脂肪がつかない。それだね。あ、そういう体質なんですか。体質的に食べるし、はい、量も食べるけど体脂肪がつかないから体重が俺らめっちゃすぐ減るもん、大会行ったら。そう。へえ。けど食べてはいるんですか。食べてる。だってめっちゃ食べてもその部分でも食べる。あの試合期間中とか夏はもう絶対1日何キロも痩せる。僕食べたら逆にめっちゃ太るんですよ。羨ましいよね、俺らから食べたら。やっぱ体質はやっぱあるんですか。あると思います。テニス選手ってみんなそうじゃないですか。ジョコとかもめっちゃ血管出てすげえフィットじゃないですか、なんか、うん、いやめっちゃ食事も管理してるでしょ。あ、体脂肪も全然ないもんね、こっちは。なるほど。
ほど。俺もそんなめっちゃ変な食生活してないんですけど、なんか僕すぐでかくなるんですよね。なんかそれは羨ましい。いいですか。逆にいいですか。うん。じゃあちょっと食ってちょっと筋トレしたらすぐでかくなるってことでしょ。僕すぐ背中とかもすぐでかくなります。けど逆にそれがなんかその重くなりすぎちゃって、確かに食う方ではあるんですよ僕。けどそのテニス選手が聞くと結構食べるじゃないですか、テニス選手も。で僕も別に練習は普通にやってるんで、ただなんで体重増えるんだろうと思って。で僕は炭酸とかも飲まないし、お菓子も食べないんで、デザートも食べない。食べないね全く。自分の食べるもんね、結構甘いのね。お菓子は食べない。お菓子は食べない。お菓子は食べない。なんかデザート食う。デザートはたまに食べる。ふくらはぎすごいことになってますね。すごいな、みんな。おう、 うまい。おお、頑張れ頑張れ。ゴー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 。いけいけいけ。オーケー、ナイス。これでも来るな、毎度で。いや来るね。石井さんでもめっちゃハードワークして、今日もハードワークして。これより暑いよ。今日まだマシだな、これ。今日の天気まだマシですよね。いいですよね。カンカン照りではない。カンカン照りじゃないのこれ。なんかやばい時ってもう体が熱くならないですか。なってる。俺はすぐなる。毎日練習してる。いよりは毎日練習してますね。はい。毎回ついてて、毎回ではない。いや、毎回ではないです。こうやってこうして撮影の時は自分が一緒に来てみたいな。はい。
おお、ナイスショット。お、すげえ。ちょ、これ暑い日とかにグリップがもう滑るんで、うん、僕のこれスポンサーのゲームチェンジングリップつけてるんですよね。おお。これでこれつけると滑んなくなるんですよ。はいはいはい。え、すごいね、なんか、え、これすごくないですか。すごいね、これ白いやつで面白いね、これ。え、で、これ、ね、やってもらって、こんなじゃないんですよ、なんかこんなもんでいいの。はい、手汗すごいですか、金藤さん。いや、手汗そんなすごくない。手汗すごい人にめっちゃいいんですよ。そう、何か擦ればいいの。はい、擦って、あ、焦げた。ちょっと水分取ってもらって、汗の。いや、俺も自分のでいいよ。あ、大丈夫ですか。あー、止まんないですか。そうです。いや、でも言ってることは分かる。結構全然違います、うん、やるだけで。キュッキュ言ってる。そうですね、キュッキュいきますね。じゃあちょっとポイントいきます。はい。おお。わお。よいしょ。これいい。何ですか。いい。マジでいい。全然滑んない。滑んないですよね。いい。これいい。マジで。いや、やってみて。マジで。結構いいよ。最初、あ、拭いた方がいい。あ、拭いた方がいい。何、拭いた手でしょ。あ、そう、手。全然滑んないの。滑らないですか。すでに。あ、もうすでに滑んないですか。よいしょ。あ、おお。おお、ナイスショット。
あー入ってた。すげえ、そんないいんですね。ちょっと使ったことないからわかんないですね。だいぶ違う。だいぶ違うんですね。体力の方はどうですか今。体力の方はどうですか。やばい、もうマジで。あ、だいぶ来てるんだ。結構来てるわ。あ、ちょっとやばいな、なんか強いな。コントロールすごいな、やっぱり徳島さん。とりあえずビジョンがない、そこはダメ。あ、もうなんかもうビジョンがない。はいはいはい、全部返ってくるフラットで浮かねえ球が一回も。いけいけいけ。おお。おお。ありがとうございました。いかがでしたか、練習全体的に。いや、めっちゃいい経験になったんですけど、うん、いや、でも本当にいい経験で感謝っすね。あ、全然実力差あるのに、うん、こうやって練習してくれてるのは本当ありがたいんで、はい、少しでも食らいつけるように1ゲームでも取ろうと思って頑張ったけど、うん、ちょっと厳しかったね。なあ、やばい、フラッとマジ伸びてくるわ。ああ、いや、本当に練習ありがとうございました。いやいやいや、ちょっと相手にならなかったんですけど、すいません、全然。下がっててもいいけど、はい、その下がったところからもっと溜めて、はい、
かり打てれば、はい、いいかもしれない。入られないかもしれない。一回ありましたよね。あの自分がいいクロス打って、いい逆クロス打って、ネットを取ったやつだったじゃないですか。うん、あれがまあ理想的な、ボールの質でもありますよね。だから、もうやっぱテイクバック大きいから、はい、前入りすぎちゃうと、はい、間に合わないから、はい、もうコートも結構速いし、はい、だからちょっと下がってもいいから下がって、はい、でしっかりスピンカットで打った方が、はい、なんか多分ボールも深くいくと思う。はい、う全部こう前入って、はい、下がりながら、だって前入って下がりながら打つから、ボールがこう飛ばなくて、はい、一見こういいボールなんだけど、はい、浅くなっちゃって、はい、になってるから、うん、そうした方が下がって、はい、しっかり打って、はい、で本当にチャンスボール来たら、はい、しっかり構えて相手を振ってっていった方が嫌だと思う。あはい、ということで、ちょっともうこれからまたすぐに、ちょっと撮影プラス練習試合の予定がこれからまたあるので、うん、また強い人とちょっと練習試合してもらうので、はい、試合前に。なので、ちょっとすぐ移動しないといけなかったんで、エンディングちょっとこのような形で撮ってるんですけど、もう本当にすごくいい練習でした。はい。で、まあ、この練習を組ましていただいた、その理由なんですけど、自分がその菊池さんに、お願いしてやっぱりその100万大会とかでさ優勝してる2人じゃん、うん、だから第4シードとか第5シードとかさもうプロの中でもトッププロの選手じゃん、うんうん、でそこの選手と毎回練習しとけばさ自分が試合でさプロの選手とかさ80位台の人とかと当たった時にさ絶対ビビんなくなるじゃん。そうだね。けどやっぱ俺はどうしてもやばいってでもうみんなそうだと思うんだよね。みんなやっぱその強いっていう印象が あってそこからやるじゃん試合を、うん、そしたらもう気持ち的に最初から負けちゃうのよ、はいはいはい、ただここでしっかり練習で強い人とやっといて準備しておけば絶対ビビんないから俺はこういうちょっと新しい取り組みをしました。はい。なので、まあ、ちょっと今回やっぱ負けて竹島選手に団子だったじゃん、うん、でその内容的にも全然何も食らいつけなかったって感じじゃん、うん、だからその自分的にはすごい俺全然ダメだったなって思うんだけどこの全然ダメだったなってなることが目的だから、はい、そうだからそこに対してネガティブになる必要ないなって思ってる自分に対して、うんうん、まあその負けた瞬間はそうちょっとこれじゃ全然ダメだと思ってるけど、うん、逆に今慣れてよかったじゃんっていう、はい、それが狙いでしょっていうだから俺は結構これ今回いい気づきをしたと思うから練習相手をちょっとこの本当にすごいトップ選手と常にできる環境を作るっていう、うん、それは結構いい気づきをしたと思うからこれからまあ撮影とかしないところでもちょっと練習試合とかしてもらって自分をちょっと追い込んでいくので、はい、で基礎練習とかはまあ自分のコーチたちにまあそのお願いしてやっていって、まあ、それを多分重ねれば本当に結構すごい強くなると思うんで、まあ、今はまだまだ全然ですけど、まあ、ちょっとこれから本当にこのような練習メニューとかも結構変えていってるんで、はいはい、ぜひ皆さん期待しててください、はい、いつもありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。で本日紹介するスポンサー様がギフタンメン様になるんですけど、まあ、ギフタメンさんは本当に僕が海外仕様とかから行ってる時からすごい本当サポートしてくださってる企業様ですごい本当恩があるスポンサー様なので、うん、ぜひ、はい、皆さんチェックよろしくお願いします、はい、でまあ愛知県岐阜県で最近は浜松市にもできたんですけど、まあ、そちらの方で展開しているので、まあ、関東勢の方はぜひ一番近い場所は浜松市なんで、まあ、ちょっと立ち寄ってみてください。本当に美味しいので、はい、美味しいですね。次の練習も限界まで追い込んでできるところまで頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。